栄科学者が冗談に対する脳の反応研究、植物状態患者の感情理解に道。栄医学研究協議会の認知科学・脳科学部門の研究者が、冗談に対する人間の脳の反応プロセスが研究により明らかになったと発表した。これを受け、植物状態の患者が肯定的感情を持っているかどうかを判断できる可能性が出てきた。健康なボランティア12人の脳を調査した結果、冗談を聞いたときに脳の報酬領域が活発化することが分かったほか、参加者がどの程度その冗談を面白く思うかに比例して反応も強まったという。今回の発見が、植物状態にある人が肯定的感情を持っているかどうかを判断する助けになると期待を寄せているそうです。なるほどね。冗談だからね。冗談ですね、基本的に。あ、なるほど。普通の文章を聞いた場合とダジャレを含む楽しい冗談を聞いた場合にどういう反応になるか。そうですね、はい、はいはいはい。それ面白いと思うか、どこにツボがあるかでだいぶ変わるからな、人にとって。そうですね。ダジャレっていうもの自体が、あれは、その世界的に見ても、日本ってダジャレ文化らしい、まあ、だって言うじゃない、はい、で、世界的に見るとあまりダジャレっていうものはないわけで、はい、ダジャレ自体っていうのは、要は、これとこれとの言葉の感覚が似ているから、面白いっていうのが成立するわけでしょ。で、それ言葉が似てたところで、だからといってそれをなんで面白いのかっていうのはよくよく考えてみると、不思議なことだったりするじゃない。そうですね。だから、世界最古の冗談っていうのが壁画で書かれてるらしいんだけど、はい、そうなんですね。で、それね、毎回これね、この中でも何回か言ってるんだけど、毎回それ調べようと思いながら、すっかり毎回調べるの忘れてて、内容忘れてるから、内容忘れてるなら言わなきゃいいんだけれど、はい、世界最古の冗談が確かに壁画に書かれてるんだよ。だけど、確かそれを僕が聞いた時には、はい、何が面白いかさっぱりわからない話なんだよね。はい、だけど、多分その時は、ものすごい冗談だったっていう。壁画に書くぐらい。書くぐらいの。で、誰だったかな、劇作家だったか忘れたけれど、はい、昔のね、の人が自分の考えついた冗談で笑い死んだっていう。でもそれで笑い死んじゃったから、はい、その冗談が何だったのかを知る人はいないっていう。完全にもう自分の中だけで。自分の中だけで。これマジで、すごい、これすごい、これすごい。これ、でそれだけ見ると、はい、あのもうかなり面白いものを思いついて、 そうですね、その人は亡くなったんだろうっていう。相当ですよ。でも最後ぐらい僕それやってみようかなって。でもそれが一番、どうせ死ぬ、もうこれ死ぬと思ったら、はい、死ぬと思ったら何か謎残して死にたいと思ったら、はい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 、最後何か思いついて大笑いして息絶えるのどうだろうとか。一回しかできないからね、一生しかできない。死ぬ間際の何かネタ振りって。っていうふうに考えたらそれすごいなっていう。相当すごいですね。それは。名前も言ったけど、加藤ちゃんがよくやるさ、ええ、ガクッと死んで、はい、でお父さんってやった時にさ、でさーっていうのが、あれは一回はやりたいと思ってる。あでも最初のガクで死ぬ可能性が何パーセントかあるでしょ。ね、その死ぬか生きるかの状態でガクをやって、ちゃんとでさーっていう生き返りができるかどうかっていうのが怖いから、もう一個ぐらい何か仕込んでおくのがいいかなっていうふうには思いながら、一生に一度のことですから、そうですね、死ぬ瞬間っていうのは。はい、だからね、そこら辺はね、なんかネタはしたいなと思いながら、なんだっけ、脳波の研究。脳波ですね、はい。そう。で、あのね、学園、昔、僕、文化祭で、お芝居やるときに、はい、パンの匂い、パン屋の話をやって、はい、パンが焼ける匂いを、パンをガンガン焼いて、パンの焼ける匂いを感じるお芝居をやろうとしたって話を前したと思うんですけれども、うんうんうん、それで、火事だっていう騒ぎになったっていう、異臭になってしまった。で、そのお芝居を手掛ける、はい、前に、はい、一遍企画したのは、もっと、もうちょっと面白いことしたかったんで、はい、病院のお話をやろうっていう。病院、医者がいて、患者がいて、はい、で、脳波計があって、はい、で、その脳波計がちゃん、脳波、ちゃんと測れるようになってて、おー、ちゃんそれが舞台に出てる状態で、はい、そこにいろんな人たちがお見舞いに来て、はい、むちゃくちゃ、痛かった時の話をする。自分が今まで経験したものすごい痛い話を一人ずつしていくっていうので脳波がどうなったかっていうのを
それお芝居でもなんでもないんだけど、学園祭だからさ、はい、あの、コントっぽく行きたいなと思って、いや、やったことないやつ何かないかなっていう。だから、その、舞台に出てるっていうのは基本的にもう聞き役なのだと。ああ。お客さんの脳波を見るっていう形にして、で、一緒に痛いっていう気持ちを味わって、その一番脳波がガーッとなった時に死んでもらえばいいかなっていう形のやつを書いたんだけど、はい、やっぱりそれ脳波がやらせじゃ面白くないわけで、本物の脳波系が欲しいっていうふうに言った時に、どうしてもそれが手に入らずに、どこで手に入れていいかわからないし。そうですね。確かに。で、多分その物があったとしてもどうやって脳波測って、はい、どうやってつけて脳波測ればいいのかよくわからないし。はい、のがあってね。で、結局流れてそっちの話になってしまったんですけど。でやってみたいですね。今だったらできるかな。できるかもしれないですね。やれないことはないね。もうそれあれですね。結構意外と貴重なデータになるんじゃないんですか。でも多分みんなにつけ、例えば、はい、誰か市民のことで、はい、誰か一人選んで、はい、市民の脳波つけさせてくださいと。ああ、はい。みんなそれなりに笑いギャグやるじゃない。はい、みんな笑うじゃない。どこまで愛想笑いか。全部わかっちゃうわけですね。全部わかっちゃう。怖いな。ああいうワンピースのあのシーンでも。ああ。一人ずつやってて、わーってやるの。あれはもう、まあお約束だから、ええ、それはまあ、面白かろうが面白くなかろうが。でも、真島大佐の時だけ、シンとなったわけなりましたね。ナミさんと言った瞬間に、ざわって、シンとなったわけシンとなりました。はい、であれは、やっぱり、真島大佐のパワーだと思うんですよ。それを、お客さん、あれだけ優しい状態での、みんなを乗り越えるぐらいの、この状況を君は作り出したの。乗り越えちゃったんですね、僕は。乗り越えられたと。今思えば考えてみよう。あの頃考えたネタって、結構やってないのがあるから、技術的にっていうか、そのいう機材が揃わなくて、まあ、当時高校生だったからね、そう考えた時とかって、さすがに脳波系は、ちょっと、誰かのお見舞い行った時に思いついたんだよ。これなんか使えねえかなっていう。これ借りれねえかなっていう話をしてて。はい。まあ、でもいろんなの思いついて、今だったらできるかもね。そうですね。うん、やってみてください。やってみてくださいって。誰がですか？メール行こうかな。はい。これは誰かな。エミさんでしょうか。はい。これもう、どれだけ昔のメールから今読んでってるかがわかるねっていうのがあるんだけど。ゲスイマーシーお疲れ様です。はい。ふと、あんこの活用。ずいぶん前だ。あんこの活用。夜桜学園祭ですね。そうですね。うん、まあ、そう言っても2ヶ月前か、まだ。そうですね。あれ、まだ2ヶ月なんだ。2ヶ月なんですね。今の季節なら、いつの季節ですか。かき氷、かき氷。はい、はい。かき氷、クレープにしてみるとか、またはデザートピザ。ほうほうほう。またまた、シベリアにしてみるとか。シベリアというのはカステラに羊羹を挟んだ食べ物なんですが、羊羹の代わりにあんこを挟んで食べてみるとか。それもシベリアじゃないよな。まあそうです、ね、カステラにあんこだと、はい、まあ、分かるけど。ちなみに老舗のパン屋さんになら売ってるみたいですよ。頼んだ山崎パンが出してたと思う。僕時々買うんで。あれだけ美味しんぼの中でシベリアシベリアって何度も言われれば、それは一度は食べてみようかなって気になるよ。あー、なるほど、うん。っていうぐらい美味しんぼの中では出てくるんで。そんなに出てくるんですか？本当に出てくる。へー。お前らほんとシベリア好きだなっていう。何かっていうとシベリアが出てくる。へー。で、まあ、カステラと羊羹を、本当に羊羹をカステラとカステラで挟んだようなものなんだけど、味はっていうと、羊羹をカステラ、に挟んだような味。まんまですね。まんまなんです、ね、カステラと羊羹を一緒に食べたらこういう味だろうなっていう、その想像を見事裏切らない。まあ、正解は正解なんですね。正解は正解。だからね、あんこの方がうまいと思う。この前の式典で、名古屋に出兵したマーシーなら食べられるのでは、移動中からあそこまで険しい道のりだったとは驚きました。そこで生まれた結束力があのダンスに生かされていたのでしょうか。素晴らしかったです。次の活躍を期待しております。ごめんなさい。この次の活躍がナミさんだったんです。そうなんですよね。残念なことに。まあまあ残念残念な残念な。なんかいろいろやってたらしいですね。その道中、名古屋の行きの道中。そうですね。いろいろや君はそうですねやってましたね。うん、カレーしか食べないと。そうですね。ここでカレーを食べちゃいけないっていうカレー、金カレーから、はい、それをなんとかしてくれという話なんで、カレーしか食べちゃいけない。カレーしか食べちゃいけない。
はい、水もカレー水になったらしい。カレー水になりましたね。ことごとく。あれは出てるの ?2 ヶ月の中に。あ、出てますよ。あ、出てるんだ。出てます、出てます。一回も見てないから。いやー、ひどいですよ。目の前でカレーせんべいを、星丸中佐と黒崎中尉に砕かれて入れられたっていう。いいことじゃないか、それは。そういう時に飲んだ時に、脳波系とかですかね。それ面白いですね。ここら辺にワイプでずーっと脳波系が出てるっていうふうにしたら。それか、これから日刊元帥やるときに、はい、ずーっとこの小窓のワイプで、カレー食い続けてるっていう状態が、ずーっと、僕一人で喋ってるから。ないし、まあないし、ゲスト呼んだときにここも3人とか入れないから、はいはい、君ワイプにしてあげる。ワイプにして、それでずーっとカレー食べ続けてるっていう。この人すごいな。どんだけか前カレー食い続けてるんだろうっていうふうに思えるように。ちょっとやってみたい。うん、ちょっとやってみたい、うん。ワイプ状態。まあ、そんな感じで、ギュギュギュッとなるマーシーをお楽しみください。お相手は元帥こと楠本修正と、マーシーこと真島新でした。また明日お会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。